マジで欲しいんじゃないの？ CLS? 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 CLS?お前嘘つきだな、ほんとお前YouTuberだね。まあまあ違います、今日はもうこれギリ取れなかったんで、糸にも使ったね、このネタ。そうですね、使ってましたね。これ一番面白いよね。エスコです。お疲れ様です。どこ行くか分かってる？わかんないです。うまいね、お前これ帰り道に乗っとんのに。まあ今日は後取りっすよね、オープニング。まあ、はい、後取りだね。はい、まあ、今 US 行って、はい、本当はもともとは、まあ、会社の車とか買いたいで、まあ、US 見に行こうかっていう話があって、はい、全部待ったのかな、はい、ちょうど YouTube もあるもんで、俺も一緒について行こうかなーっていうことで、はい、リリーちゃんと俺も今東京で行って、はい、まあ、あとあれなんだろう、もうあれ、その買った車はあれどうなるの？買ったっていうか、あれまだ今から印刷しまうってことあるよ。いや、その例えば買ったらもうその日に乗って帰ります、ナンバーとかがあれば。え、そうなんですか？タイムであるという、はい、ただ今日は乗らないってこと、車さんがあったらやってるのか。そうそう、あとも車屋さんが今日一緒に行ったじゃないですか、うん、車屋さんで、その車屋さんがあとナンバーついてないんで、うん、まあ、関車で今日運んで、うん、でナンバーとか取って、多分大体1週間ぐらいに多分会社から行ってくれます。なるほどね、はい、でまあ、今日ちょうどあれなんですよね、たまたまよかったんですよね、うん、金曜日で、はい、金曜日がなんか名古屋会場がやってるらしくて、うん、ここのオークション会場、うんうん、あ、そうなんですか、うん、はい、でまあ、月曜日から金曜日までやってるんですけど、はい、なんかたまたまここは金曜日だけ入れるの？金曜日だけ、いや他の日も入れるんですけど、なんかあそこでオークションをやるらしいんですね、車を集めて、はい、ってなんか言ってました。僕もあんまり詳しいことわかんないですけど、はい、だから、まあ、だから整理自体は今日しか動かないよ、見に行くだけは見に行けるけどっていう。そうです、そうです。で例えば他の地方のやつを、うん、例えば別に入札とかできたりするんですけど、うん、ただ車がないんで、うん、そこに会場に、うん、なので見れないってだけですね。そういうことか、はい、じゃあ何今日の動画何あった？今日の動画は会社の作業車を買いに行こうっていう体でフェラーリを買っちゃってみました。終わってるもん、終わってますから。終わっとんだってお前。とにかく今日はもう本当にでも結構高級車いろんなやつがあったんで、はい、結構見応えあると思う。でももちろん楽しかったですね、全部鍵借りて中まで内装までっていうのはちょっとね、はい、その車屋さんにも迷惑かけちゃうもんで、はい、そこまではやってないですけど、はい、結構いろんな車の紹介がてら見応えはあると思います。思います。ます。はい、かっこいいね、かっこいいね、かっこいい。あ、いくらするんですか？こんなん多分家どころか多分マンション買えるマジで、マンション多分実質ぐらい買えるんじゃないですか。マンション一棟ごと買えるでしょ、多分ここだけで多分何十億でしょ。なるほど、オークションコースですね。ああ、オークション、ちょっと見て、他のやつ見ようぜ。どれ買うの？どれ買い、10万チャンネル登録でなんか企画でやるんですよ。どれが欲しい？車掌車プレゼントとか。買うことは買えるけど維持ができんよな、こういうのって。だって走行も別で借りなかんでしょ、まあ、外に止めとけんでしょ。僕に駐車場ありますね、うん、僕に駐車場あります。なんでこれ僕にちょっと外に駐車場嘘つけな、お前路中だ、お前。いや、こんなん外出てやばいですよ。これはすごいよね。で乗らんじゃん、乗れんじゃん、こんなん。そうです。じゃあよっぽど俺の生活時代がセレブだったら乗れるけど、毎日会社にこれ乗っていくからおかしいもんね。これですね、これ何でしたっけ？ A、これ同じやつじゃん。 AMG って書いてあるやつ何でしたっけ？ん、 AMG AMG じゃない、アーマーゲン。アーマーゲン何を言い出したいんだよ。俺の時アーマーゲンきつい言ってたよな。いや、僕も若い時はアーマーゲンって言ったんですけど、ちげえぞって言って AMG だとこれ言ってたから AMG って言われて。嘘、はい、それかっこいいんだ。それはなんかかっこいいらしいですね。まあ日本人っぽいわ。まあ日本人っぽいですね。セレブアラブのあれ石油だったらアーマーゲンって言いますから。あれはちょっと他のところ見に行ってみようか、はい、行ってみましょう、ね。いいじゃん、好きな車とかね。いや、私車結構欲しいなと思ってるんですけど、はい、まあでもまあちょっと現実、自分が買える現実的な車しか買えないですけど、はいはい、どんなんですかね。いや、私一時 SUV 憧れてました。 SUV って何？ハリアとか。ハリアとかです。でも今は SUV、 こういういかついやつだと、こういう車、いや、まあこういう車、いや、うん、乗れたら乗りたいですけど、でも、うん、あれじゃないですか、こんななんか、うん、若者が
見るからに20代の若者こんなん乗ってたらなんかやべえやつみたいな。やべえやつだよねこれね。なんか女性が乗っとったらでもかっこいいよね。そうですよね。なんか本当になんか20代がこんなんだったらイキリナリキンみたいな風に嫌やなと思って、なんかイキリジョイみたいな、こいつジョイぶってんじゃねえよみたいな。そうなんかこうなんか YouTube 出たぐらいでイキリたがりみたいな風に、うん、なんか絶対街中で思われるよなと思ってなんか逆に煽られそうじゃないですか、うん、これなんかあそこガキガーみたいな。あマセラティか、はい、あんまりしないんだわ言って俺。そうなんですか。アルファロメオね。結構みんな女の女性乗ってます。そうですよね。これぐらいだったらいいんじゃない？いや、いける気がします。ちっちゃいし。じゃあなんか小さくて走る車はいいなって思う。今日これ買っていくか。今日の YouTube の企画は社長社員に全員車プレゼントしてみたいな。いや、マジですか？ありがとうございます。お前社員じゃねえから。あ、外注でしょ？お前、いや、クズ。お前、俺のクズ。外注でもない。俺の下僕。社長、俺の下僕。あれ買ってほしいですね。どれですか？あのシティハンターのサイバリオは。違うでしょ。ミニ四駆じゃないです。ミニクーパーじゃないでしょ。あれだ、ルパン三世も。ルパン三世もサイバリオも一緒ですよ。ミニクーパー。ミニクーパー。え？ルパン三世もミニクーパー。ルパン三世もミニクーパー。5万円ぐらいだったらいいですよ。100万ぐらいだったらいいでしょ。 5万円で買います。こんなこんな俺高いんじゃないの逆に。確かに高そう。てかめちゃめちゃ急車しよう。絶対やばくないですか。なんか壊れた時も部品とか手に入んなさそうじゃないですか。そうだよね。部品なんか100均でなんか買ってこれそうっすよね。100均でなんか買ってこれ。やばいですよ絶対。これやばいでしょ。あ、これ CT じゃないですか。ん？ CT やの CT？ ユタ君が乗ってるステーションワゴンの、うん、ちょっとちっちゃいコンパクトタイプです。あね、これめっちゃ良くないですか、うん、いや、欲しい。これ、狭いんですよ、後ろ。あ、そういう、まあ、二人乗りみたいな。ほとんど二人乗りで、まあ、後ろ子供乗せるとかでも、ちっちゃくて走る車がめっちゃいいなって私は思うんですよね。あ、そうだよね。あ、なんか、車みたいになってますね。確かに詳しいですね、めっちゃ。お前、仕事も知るよ、お前。車の解説ばっかり。お前、勉強しようじゃない、お前。お前な、少し直樹のパソコンで何使ったんだ、お前。デイキーサイトやってるか、キャバクラのお前、チェックしてるか、お前。もう最近どこどこ新しい子入ったな、入って。やっぱこれっすね。これだよな。LS500 っすね。これ一番新しい方？一番新しいです。これかっこいいわ。これめちゃくちゃかっこいいですね、これ。うん。中も広いっす。確かに広そうですね。あ、マジで。で、これラウンジってのあるんですけど、ラウンジだと、はい、後ろ全開にこうやってシート前に倒したら、はい、LS400 とか600でも、うん、後ろラウンジだと、はい、めちゃくちゃ広いんですよ。まあ、運転手用なんで。あ、そういうことだ。そういうことですね。あ、運転手つける用の車ってことですね。あ、なるほど。あ、本当や。これかっこいいじゃん。かっこいい。これレンタカーで1日8,340円。そう、ベッドかかるじゃない。ベッドかかるんですかね。でも中古車で見ても200万かかんないです。あ、そんなに。あ、そうなんですか。これは結構前の方、前なんで。あ、はい、車買え。はい、はい、いや、もうダメっすね、買えないっすね。なんで。はい、で、ベッドがあるんですあれ、ちょっとトラックを見に行きたいんですよ。うんうん。トラックちょっと新しいの欲しくて。トラック、はい。なになに。デフォトラが欲しいですね。ちょっともういい、てめえで買えよ。いや、一応ちょっと、でもかっこいいじゃないですか、やっぱり。お前もうこれじゃ、これなんかセンチュリーだったっけ。あ、センチュリー。センチュリー。懐かしいな、これ赤い時見たわよ。僕18歳の頃乗ってましたよ。嘘。18歳の頃盗んでいいだんだろ、お前。いや違います、いや中古で。18歳の中古で、まあ、うん、あるんです、その最初の悩みが。うんうん。これで僕高校20歳まで行ったんですけど、これで高校行ってましたもん。嘘でしょ。マジで。アホやろ、お前。あ、なんかあんまいいやつないね。ん？一応レクサスあるんです。どこにある？ああ。あ、本当だ。これは寺吉君の音じゃない？まあ、寺吉君、ハリアーの方か。そうです。うーん。ハリアのレクサスみたいな。でもこんなんいくらするんですかね？これ多分安いでしょ。中古だったら本当300万ぐらいで買えるんちゃう？はい、あ、でもなんかローンするのちょっとちぎるんですよね。ああ、まあそうだよね。ちょっともうそう思ったら2桁の車も買えないんですけど。俺も若い時にはなんかローン組んだけど、今もローン組まん。まあでも会社でリースにしといてあれだけど。はい、今はね、うん、ローンはそうですね、月々っていうのがあるもんね。そうですね、ちょっと怖いなって思っちゃいます、なんか。あ、この辺また高級車いっぱいあるぞ。高級車光ってますもん。うん、光ってますね。これじゃないんですか。 Z? Z? はい。いや、これたまにいいよな、これ。あります、アウディオ。おー、かっこいい。これあった、A7? A7。 これいかついね。これいかついですね。いかつい。 R8 と A7 ぐらいが、はい、R8 と A7 ぐらいが。これリーちゃん語るわ。羽が開くんですよ、これ走ると。あ、
そう、ポルシェと一緒で、ポルシェの形開いてどうなるんですか。80キロとか、まあ、100キロ超えるといいって、はい、ちょっとだけですけど、基本的にで、どういうこれごとガハン開くの。そう、ガハンって開くんですよ。なんで開くんですか。まあ、なんかその空気抵抗みたいな。あ、はい、走りやすくなるってことですか。いや、そのあ、わかんないね。上がったら、要は下に荷重がかかるんだよ。そのタイヤがくっつきやすいんだ。あ、そういう、へぇ、タイヤが浮いてくるってことでしょ。じゃあもう飛ばすぎますもんね。じゃあもう飛ばすための車みたいなもんですね。飛ばすための車だけど、その飛ばすとこはね、ないっすね。まあ、ポルシェ、え、ちっちゃくていいですね、これ。これ扉開けないの。え、鍵もらわないと。ん、鍵もらわないと。ああ、そういうことか。これいいね。すごい。これいいですね。うん。彼だ。彼だ。彼ら。名前がダサいな。これなん、これ何。これ CNS。CNS。はい。名前聞き覚えありますか。あ？名前聞き覚え。聞き覚えがある、ね。昔ちらっと乗ったね。僕もそのベンツは何度か。何年乗った？でも 2,3 年乗ったんじゃない。見たことある。うん。あ、これ自分買ったやつじゃないですか。ザキに毎日置いてあるわ、あれは。お前らが旅行行くためだけに使ってるやつだろ。15人ぐらい乗れるもんな。ザキじゃねえさ。あ、本当だ。ウリンでされちゃってます。ウリンでされちゃってる。あ、そうなんですか。俺のやつも俺のやつウィングも全部ついておくんだ。あれですか。全部吹っ飛んでたりは。視聴者皆さん、俺のあのエアみたいな人全部飛んでみました。別に危ないみたいにしてねえんだけど。あ、最後ここ見に行こう。アンテナかっこいい。あ、これトヨタじゃん。うわー、これおしゃれ。こんなんトヨタある。ハンドラック。でも海外向けにとかのやつじゃないですか。結構なんかでかいっすね。え、でかい。あれは、あ、これあれじゃないですか。前回多分あ、これ紹介したね。京都のなんかさっきからナンバー多いけど、京都金持ち多いんかな。はい、はい、お疲れ様です。疲れたな。仕事する前に疲れた。俺興奮しちゃいますね。トラックとか見に行こうかな。はい、もうトラックとかやりますからね。しかもカメラ回しておくで、みんなずっと見てくるしね。そう、見て疲れたなんか。注目の的ですね。もうあのオークションに入れてくれた人ももう怒っとるで。反省って、お前ら自分でお前やることやってからやれみたいな。やることやってまた疲れたな。動画も撮れんじゃん。これ微妙なんだよね。はい、最初に撮って仕事しながら。またじゃあ面白い動画上げていきますんで、はい、ぜひチャンネル登録といいねお願いします。お願いします。コメントもお願いします。はい、コメントね、本当に、はい、応援コメントだけで十分なんでお願いします。はい、じゃあ僕ら今日これ乗って帰りますんで。はい、お疲れお疲れです。また見てね。